ルミヤキチャンネル。今日は何するんですか？今日はルミヤキチャンネルをエゴサしてみよう。エゴサーチ。エゴサーチ。まあ、あのルミヤキチャンネルを Google 先生で聞いてみて、何が出てくるかなみたいな。おお。アキさんはよくエゴサしてるんでしょ？いや、あの最近してねえなっていうことに、昨日ふと思い出した。忙しかったんだね。なんかね、ツイッター自体をね全然見てなくて。アキさんはエゴサするときはツイッターでエゴサするってこと？うん。Google 先生で聞くんでしょ？Google 先生で見たことない。ああ、なるほどね。うん、あの私二階堂ルミで自分のその洗剤をさ拾おうと思って二階堂ルミ画像で検索したことあるんだけど、基本それぐらいしかやったことないからさ。私もそれで検索したらフライデーばっか出てくるからマジイライラするわと思って。ウケる。超面白いじゃん。あ、なるほどね。まずルミ焼きチャンネルって言ったら、ルミ焼きチャンネル、ルミ焼きチャンネル、ツイッター、ルミ焼きチャンネル、ルミ焼きチャンネルの一番上はチャンネルがカタカナなんだけど、3つ目はチャンがちゃんとアルファベットになってる、あの正式なルミ焼きひらがな、アルファベットチャンってひらがなネルっていう正式なやつが出てくる。だけど、あとルミヤキチャンネル悪口で、ルミヤキチャンネル YouTube、ルミヤキチャンネルパーカー、Twitter、Twitter はね、今回はカタカナで、あの2つ目に出てきた Twitter は Twitter ってあのアルファベットでね、正式なやつみたいな感じだね。ルミヤキチャンネル悪口が気になるね。あ、なるほど。アキさんはすぐそうだね。アキさんはすぐ悪口を気になるからね。でこれをじゃあ開いてみようか。ルミヤキチャンネル悪口、二階堂姉妹、関連キーワード、二階堂姉妹離婚とかあるけどね。してます、してます。麻雀、二階堂ふみ兄弟姉妹とかあるね。あの関係ないです、二階堂ふみさんは。そうなんですよ。なんか動画ばっかり。そうだね、我々のルミヤキチャンネルの動画ばっかり出てくるね。最近人気のアップロードとか、10分トーク、そうね、大森高春とかね、超小顔。なんかサムネとかあれかな、概要の単語が出てくる感じなのかな。ルミヤキチャンネルの Twitter アカウントが出てきて、アニメ錦蛇懐かしい。アニメ錦蛇放送問題を切るが出てくるんだよ。なんだろ、回ってるってことなのかな。閲覧数 14K だけど全然回ってない。懐かどうして出てくるんだろう、不思議。懐かす。あ、秋さんね、YouTuber はうざい、嫌われている YouTuber ランキングっていうのがあるんだけど、ドキッ。これちょっと開いていい？いいよ。これちょっと見てみようよ。でもさ、トップ17だよ。いや、あの日本の YouTube、 あれ、あ、日本人の YouTuber って何人でしたっけ？500とか持ってましたっけ？もっといるでしょ、何千人いるんじゃない？じゃあなんかあの収益化されてる、あの YouTube アカウントっていうのかな。そんな、なんか何百人もいる中で、そんな我々なんかそんな大層なもんが ね、で出てます。17位からだよ。だって入ってたら申し訳なくてもう続けられないよ。、ね、我々2021年7月14日公開。あ、だからあ、じゃあ我々がやる前じゃん。いや、あの我々は一応やってるんじゃない。21年だから去年の7月でしょ。だから解説して5ヶ月くらいみたいな。いや、さすがにこの中にはいないかな。だってもうちょっとその時だとこれ3万人とか、それくらいでしょ。パッと見る、パッと見て、パッと見て、だってセイキンさんとかヒカキンさんとか出てくんだもん。そんな我々なんか入ってるわけないよね、さすがに。おこがましい。さすがにあれですね、有名人ばっかりですね。そうだね、有名な YouTuber の方ばっかりなので、まあ当然なかったですね。当然のようにないし、1位はやっぱりあの人なんだなっていう人が1位だった。まあまあそれは、ね、それはあの、各々でググってもらって、どうします、これどうやって検索したらいいんですかね。その次のページとかに行けばいいんじゃないの。次のページ行ったらあれかな、ルミヤキチャンネルが YouTube のスパチャで獲得した総収益とか出てるよ。そんなん出んの、うん、すごね。ちょっとそれ開いて、開く、いつだろう。なんかすっごい金額出てたけど今、スパチャ総獲得金額1,434,3,610円。すごい、ありがとう、みんなありがとう。皆さんのおかげで生きてます、ね、累計スパチャ数 14,717回。皆様ありがとうございます。皆様ありがとうございます。半分くらいツナ様だからね。総獲
得金額ランキング307位。307位、日本人の YouTuber の中で307位、なかなかですよ。すごいやん。大分カハル何位なんだろう。大分カハルはね、あのね、日本一って金額あったからね、あの日があったから、うん、あれ去年だったかな、今年、去年ですよね、トコチョの誕生日だとかだったっけ。すごいね、みんな奥だもんね。うん、VTuber の方が圧倒的だね、はいはい、圧倒的ですね、みんな VTuber。 あ、ハネルちゃんいるやん、ハネルちゃん36位。すごい、4位とかあるんだ。そんなハネルちゃんにフォローされてる私すごい。私もハネルちゃんすごいやん。それなんて言うんだろう、 VTuber。 あ、ひろゆきさん、ひろゆきさん45位。意外とひろゆきもなんか VTuber みたいな可愛いんだよね、このイラストが。小よりさん、みんなさん、実際に知ってる人。あ、粗品さん、お粗品さん54位。そう、でも総スパチャ数が17,939ってすごい ね、 だから割合で言ったらもう、うん、我々の6、7倍くらいの1回の金額がってことでしょ。そうそうそう、なんかね、うん、太客って言われたいから、うん、結構ぶわって、なるほどね、そうそう、1回あたりの金額が大きいんだよね。粗品さんは面白いからね。そう、女子高生のスパチャに対してバイト代全部入れろとか言ってくるから受ける。あ、群堂さん、群堂先生、群堂先生63位。すごい、総スパチャ数が64,299回なんで、割合的にはあれですけどね、回数がすごいですね、やっぱり。確かに、うん、高橋出てこねえな、まだ。トコチョ出てこないね、群堂さんに負けてるぞ。やっぱほぼほぼ VTuber の方だね。確かに、うん、あまりなんか100人。あ、いた、93位、タカチャンネル累計収入金額総スパチャ数33,192回。すごい、割合も結構あれだね。トコチョすごい、トコチョすごい、93位やん、トコチョ。まあ、100位内には入ってそうだなと思ったけど。すごいね、すごいね。あの、結論としてはトコチョはすげえってことで。トコチョは多分麻雀界で一番ですね。うん、うん、ここを目指してね、超えていこう我々も。トコチョ追いつけ追い越せで、今307位だっけ。307位でした。307位なんで、トコチョは100位内に入ってるんで。まあでもほら、それはあのスパチャの累計だからさ、はい、スパチャで超えようとしてんの。そんなことないです。いや、スパチャ超えるのは無理よ、無理。トコチョは、うん、だってトコチョすぐレインボー作るじゃん、作り出すじゃん、ね、レインボーの作り手。そんな最速最強じゃなくてさ、そっちにした方がいいよね。だから我々も長いことやって、うん、このランキングにね、あの入れるように頑張ろう。そうだね、はい。まあ、307位でもすごいと思うけどな。すごいと思う、うん、おろろいたもんだって私今見て、うん、えっつってマジで。二階堂姉妹のルミヤキチャンネルという女神配信をぜひ見て、うん、だってこれは悪口じゃないじゃん、まあ、悪口自体をさ、書いてる人が多分自分のその、 あのツイッターアカウントとかそのホームページとかそういうところで書いてる人が少ないってことじゃない、うん、で多分5チャンネル、92チャンネルとかそういうのは多分あると思うんだけど、うんうん、いや、わかんない、5チャンネルとかでスレとかないかもしれないし。なるほどね。スレがないってことは話題に上がってないってことなんで、うちの方がね、あんまりないんじゃないかなってことで。じゃあ悲しい話なんで、それは、まあ、いろんな意味で注目されるような、うん、そうですね、 YouTuber を目指して。そうですね、あの次エゴサした時にその、まあいいことも悪いこともたくさん上がってくるように、自分たちの動画だけじゃないそうね、上がってくるようにもっと頑張ろう。はい、はい、精進します。はいはいはい、ということで、今回は、エゴサしてみましたけれども、乾杯、はい、あの いろんな意味で負けました。はい、参りました、参りました、うん、この動画が面白かったという方は高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまたね、バイバイ。